どうした？ごめん、守り。なるほど、バリーさんは。でもあんなに好きだったのにどうして。それは私がちょっとだけ。その一言で火がついた。それは今の私があるのはマモリンのおかげで。も初めはマモリンも大人に言われたからやってた。でもやっていくうちにファンやスタッフの皆さんに、他ならぬおじちゃんに褒めて、マモリンもいいかなって思えるようになったんです。じゃあバリーさんの早とちりってこと？そうじゃないんです。おじちゃんは私のことを守ろうと。私がいつも自分に自信がなくて考えてる。そうだったんだ。私いつもおじちゃんに、ま、だから美月さん、私強くなりたい。誰かに守られるんじゃなくて自分の考えを。自信か。私に策があります。トーガさん、守り、ブルームパレスに来てください。どういうこと？もしかしたらイツキ殿。分かった、ではブルームパレスに。やります。ここにその、ええ、私が尊敬する強力なジェネラル。戦術の探索の際、この後彼ほどのジェネラルなら守る。覚えているんだ。ええ、おぼろげに。どうやら強く影響を受けた存在の記憶は。なるほど。しかしロレンス殿は呪い。それをす、いつき頑張ろう、守り。
やはりあなたであったか。ロレンス殿、どうか正気にお戻りください。私の記憶にあるあなたは国を思い民を思いやる名将だったはず。国、そして民か。かつての私はなぜそのようなもの。だが今の私には憂鬱がある。お前たちのパフォーマーをいただくぞ。やるしかない。守りの力で彼を。守りならやれる。いつきさん、はい。全力を尽くしましょう、マスター。カルネージフォーム。源守りです。何もか。この戦い絶対負けられないよ。失敗しないといいな。その技は効果的なようですね。全部なぎ倒すよ。いいよ、ね、頼みます。おお、次。せーの、頑張って。繋いであげる。やったわ。すごい威圧感だ。だけど一か八か。難しいかも。それよ、一か八かで。わーい、頼んだぞテロム。運命を超える。おお、セッション行きます。どんどん行こう。続きます。繋いであげる。やったわ。ロレンス殿、絶対に助けましょう。この日を逃すな。オッケー。かもです。これで痛そうでした。ついてくれ。この日を逃すな。絶対決めるね。じゃあやってみるね。頑張って。援護行くわ。やったわ。俺の番か。どんどん行きます。そい、私から行くね。守りちゃん、続きます。今です。行くよ。君やお姉ちゃん。はぁ、やったわ。その調子だよ。信じているぞ。頑張るよ。いけます。クラム、解き放つ。おお、私から行くね。続いてください。行きます。やってみるね。よろしくね。やったわ。私の番だよね。わーい、任せて。じゃーん。痛いです。鎧の中熱いです。ちょっと無理かもです。泣いても許しません。痛そうでした。やるわよ。俺の番か。ありがとうございます。俺に任せて。助かりました。翼の力見せてあげましょう。失敗しないといいな。
とはお願い。任せなさい。奪ったパフォーマー返してもらう。やってみるしかないよね。これね、まずは俺次。遅れずに。お任せだよ。よしくね、絶対決めるね。そうだ、そう。いいわね。集中力が切れていますよ。痛いですよ。お前の判断を信じるぞ。やってみる。助かりました。ええ、分かってる。よし、ありがとう。はい、よし。次の仕事遅れそうだわ。呪いでどうにかするわよ。よし、運命を超える。わーい、これだ。頑張ります。気を抜かずに行きましょう。はい、ありがとう。はい、いいね。すれば大丈夫だ。俺がついてる。よし、俺に任せて。ありがとう。かかってきなさい。どんどん行きます。これやったわ。俺から行く。この日を動かすな。今です。やってみるね。頑張って、任せて。そうだ、行こう。行くわよ。やったよいしょっと。それで弱点を攻めろ。冷たいですよ。痛そうでしょ。俺から行く。マリコさん、いいわね。つばさちゃん、そうね。そうだ、そう。せーの。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。クラブ解き放つ。私の秘術、キリアだけに。この力があなたを守ります。すごい、いいですか。より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。正気に戻ってください。私はロレンス殿。よかった、ご無事ですか。そうか。あのロレンスさん、自分に自信が持てないって悩んでいるんです。名将と呼ばれたあなたなら。少女よ、名は。はい、源守です。守り、すでにその小さき体に十分な勇気を宿しておる。
だがあえて言うなら、そなたは他人の顔色をうかがいすぎる嫌いがあるようだな。素直に己の心のままにやるがよい。それが。はい、ありがとうございます、ロレンさん。やったね、守り。私にもできるんですね。何か。やりましたね、守り。一木さんたちのおかげです。ありがとうございました。私はしばしこの地にとどまり、聞こ、さらばだ、小さき。そし、一木さん、私、おじちゃんに話してみます。ああ、今の守りだったらバリーさんにうまく伝え。はい。パフォーマが集まる新しいレディアント、パフォーマが、これで、それじゃあ行くよ、レディアントユニティ。どうだ、さん守り、せーの、バリーにきちんと自分の思い。うん、おじちゃんも喜んでくれたよ、私が自分の言葉でちゃんと伝えられたこと。泣くほど嬉しかったようですね。まあ、あの人の愛は。でも今度のことはドーガさんやイツキさんが。私、自分に自信が持てるようになります。守りは元から強さをその身に秘めていたのですね。今のあなたならもっと良いマモリンができるはずです。うん、ありがとう、ドーガさん。レンチンアイドルマモリン始まるよ。心の温めスイッチオン。
材料はホムカレー1袋と炊いたご飯。これだけ？すごいね。電子レンジがあれば何でもできるよ。変わりましたね。今までで一番いい守りです。私は彼女の可能性を閉ざしてしまうところだったのかもしれません。バリーさん、後のことは任せます。お疲れ様です。あれ、おじちゃんどこ行くの？一緒に帰ろうって約束しました。いいんじゃないですか。うん、よくわからないけど、やはり守りは本物の天使です。天使？あ、外で待ってます。変なおじちゃん。改めてお疲れ様。どうだった？はい、今までで一番よくできた。そっか。あの時いつきさんが私に力を貸してくれたから、だから自信を持つことができたんです。でも私、今度はいつきさんに頼ってしまったのでしょうか？悪いことじゃないよ。頼って頼られて守って守られるのが仲間。それにロレンスさんを正気に戻せたのは事実だし。はい、ふつつか者ですが見守っていてください。それじゃそろそろ行こうか。バリーさんも待ってるし。はい。